はい。これ今、万力でずっと引っ張ってきましたね。で、ここでよくね、こうやって輪っかを作ってこういう風にやるっていうあるんですけど、このやり方が悪いわけじゃないんですけど、これよりも頑丈に留めようと思うんであれば、ここに一回フックかけますね。かけたら、このロープの裏ですね。はい。これを、末端の方をここに持ってきて、ここでこいつをグッと下げるわけです。いきますね、いきますね。こういうふうに下ろしてやります。そしたら今ここの3本でここが食い込んでね、もうこれで止まってます。で、もう一回ここで引っ掛けてやって、こういうふうにしてね、再度ここでロープを下ろしてやるわけです。もうこれでね、輪っかを作る必要はないです。もうこれで完璧です。もうガンガンに今効いてますから、こういう、ここでロープが殺されてるわけですね。はい。